相合うべき人は合わず、茨の花の実がそれぞれの人の袖に絡んで。そして宿命の仇敵となった巌流佐々木小次郎を途上して、武蔵をめぐる糸は乱れてゆく。私は何年も花だましてあなたを待ちました。それからあなたの噂を追って一年も旅を続けました。もう離れるのは嫌、嫌です。お父さん、俺も離れたくはない。愛蔵の糸を織りなす多彩の出演者は、この刀、本阿弥光悦殿に研いでもらったばかり。よく切れるぞ。お主が先か。お主か。形勢一匹抱くこともできないで、強い武士とは申せません。私の体を抱いてごらんなさいませ。お前が死ぬほど死闘を得るか武蔵なら、俺にも男の意地がある。武蔵の剣戦にぶつかった第一の巨眼、それは鎖釜の名人菱戸梅剣と荒野に展開する暁の決闘。そして平安の名門吉岡伝七郎と三十三間堂における雪の夜の決闘。吉川英治原作を前編に引き続き、巨匠稲垣博士が東方の全機能を挙げ、ここに勇魂華麗な大絵巻を繰り広げていく。私と一緒に逃げて。あんたこのまま行ったら殺されずに決まってる。行っちゃいやだ。行かないぜ。武蔵に対する吉岡一門の祝宴はついに憎悪となって、必要な第三次の果たし合いを挑んだ。武蔵の知らぬ世界の人本阿弥光悦を知り、京成吉野太夫を知った武蔵の胸中は、いよいよ膨らみを増して一乗寺へ、一乗寺下がり松へ。